インコレクション表彰。スーパー GT を華やかに彩るサーキットの女神レースクイーン。そのコスチュームのこだわりをマキちゃんが徹底調査。まずはレーシングミクサポーターズの宮越真奈さん。本当に可愛いんですけど、この今年のコスチュームのポイントはどちらですか？はい、レーシングミクちゃんと同じ、はい、コスチュームです。ふわふわのスカートと、はい、あとここが開いててちょっとセクシーな水着みたいな、アイラグ水着みたいな、はい、ちっちゃいネクタイ、はい、すごいデザインですよね。本当に一目見た時から可愛いってずっと言ってました。ありがとうございます。ここでレーシングミクちゃんと同じ姫ポーズに挑戦。ミクちゃんと同じだったらこんな感じです。私前やったら歌舞伎みたいになっちゃったんですけど。それがこちら。確かに歌舞伎で見栄を切っているみたいです。腰クッてやるとちょっとまたクイッと腰を入れるのがポイントだそうです。せーの、はい、続いてはゼントスウィーティーズ高橋直央さん。今年はこのパフスリーブ、はいはい、スカートのデザインになって、はい、去年よりもだいぶキュートなコスチュームに仕上がりました。やっぱりこのここに目が行きますよね。ね、はい、華やかな。去年はなかったんですけども、はい、胸元が開いてる分、はい、首にポイントを持ってきます。こちらがゼントスウィーティーズの決めポーズ。皆さんに愛を。続いてはクラフトスポーツガール望月さとみさん。スタイリッシュな感じに今年はなっていて、はい、トップスの部分の、はい、このちょっとスッキリした感じもそうですし、あとはパンツスタイルなんですけど、はい、ちょっと横が見るとアシンメトリーな、はいはいはい、なっていて、はい、ピアスは自由ですか？あ、いや、これも、コスチュームの一部とおしゃれなってるので。それでは決めポーズ見せてください。わー、兄さん、今季スーパー GT に注目のルーキーがデビューした。佐藤蓮19歳。甘いマスクに細身のスタイル、佐藤への注目はモータースポーツ界だけにとどまらぬ。なんとニュースサイトにイケメンレーシングドライバーとして掲載されている。この特集記事ではおうちデートが企画され、大好きなコーヒーを入れる優雅な一面を見せている。普段趣味とかってありますか？読書とか。読書、はい、夏目漱石の心は結構、はい、心、はい、渋いですね。19歳とは思えない大人な一面を見せる佐藤。その実績は輝かしい。全日本カート選手権、そしてフォーミュラの入門カテゴリー FIA F4 選手権でチャンピオンを獲得。昨年は海外へと渡り、フランスの F4 に参戦。これまで順調にステップアップを果たしてきた。そんな佐藤がトップドライバーへの切符をつかむべく挑むスーパー GT 第2戦富士に密着した。今年4月スーパー GT デビューを果たした佐藤は、初めて挑んだ予選で9番手に沈んでしまう。さらに決勝で期待を裏切る大失態を犯してしまった。ライバルに接触しマシンにダメージを負ったことでリタイア。チームの期待とは裏腹に最悪のデビュー戦となったのだ。
勉強。あれから1ヶ月、迎えた第2戦。開幕戦の教訓を生かすことができるのか、ドライバーとしての進化が問われる。この第2戦までどういった準備を具体的にされたんですか？こういった箱の経験が少ないので、他の車にも乗せてもらったり、はい、とか先輩にもいろいろ教えてもらったりして、ドライビングの方を大幅にちょっと変えてきたところはあります。まず課題になっていたのが予選でのタイヤの温め方。最適なタイヤの状態はわずか 1,2 周。それまでタイヤを適温までじっくり温めアタックをかけるのだが、佐藤はアタック2周前から早く走りすぎたため、肝心なアタック時にタイヤ性能のピークが過ぎていた。この問題点を修正できているのか。予選は2回行われ、1回目は佐藤のパートナーで大ベテランの高木真一が担当。結果は見事2番手。いや、早かったですね。マシンの速さは十分、あとはドライバーの腕次第。ついに学習能力が試される。近くで見ていても第一戦の時よりもさらに気を引き締めているというか、凛とした表情でこの第二戦に臨んでいるんだなということを強く感じます。公式予選 Q2 で最速タイムをマークした者がポールポジションを獲得。決勝で優位に戦うための重要な任務となる。タイヤを温めアタックに入った佐藤。ここで温めすぎていると同じ失敗を繰り返してしまう。果たして佐藤の走りは。お、よし、来たんじゃないですか。すごい、来たんじゃないですか。その走りは明らかに開幕戦とは違うものだった。この時点でトップ。すごい。デビュー2戦目でポールポジション獲得か。チームは佐藤の走りを祈るような思いで見守った。うわ、めっちゃ緊張する。来てますよこれ。しかし佐藤のタイムに迫るマシンが。 PRZ は今スリップストリームをうまく使えているようだ。残り3秒、残り2秒、そして山内秀樹トップタイムだ。1分35秒343。あー惜しい。わずか0コンマ1秒差、惜しくも2番手。ただ日頃の行いがもうちょっと悪いってことだ。超惜しかったですね。あとコンマ1ちょっと届かなかったです。走ってみてどうでした？前回失敗したところを予測してしっかりアジャストできたっていうのは良かったと思いますし、前回の反省をしっかり生かして、開幕戦と比べアタック前のタイムを抑えられている。教訓を生かしじっくりタイヤを温めたのだ。やっぱりさ、開幕戦でミスったじゃん、予選も決勝も。今回は落ち着いてる。もうレンさんのおかげでもう今日はうなぎが食えますよ。見事汚名返上。翌日の決勝、佐藤は責任重大なスタートドライバーを任された。この第2戦はドライバー交代が2回行われる。つまり佐藤はベテラン高木の2倍のレース距離を任されたことになる。予選の結果が良くとも決勝でミスを犯せば全てが水の泡。開幕戦で課題に上がったのは GT500 クラスとの混走。
GT300 の佐藤は500が絡むたびにライバルに離され有利な展開を作ることができなかった。当然レース距離が長ければ500との絡みも多くなる。富士 GT500 キロレース GT300 クラスも今シグナル変わりました。レーススタート。レース前半佐藤は一つポジションを落としたものの課題の GT500 との混走を問題なくこなし3位を死守。後半に向けては少しずつまた挽回していければというところです。再び佐藤選手へ ARTA タイヤは4輪交換です。しかし新たな試練にぶつかった。それはレース終盤に差し掛かった時のこと。やばっときつい。タイヤの戦闘力が落ちてきたんだ。これが引き金となり佐藤はライバルの接近を許してしまう。やばい、それはやばい。そしてさあアウトから前に詰まってる。おっと、そして山内が佐藤蓮を捉えた。スバル BRZ に捉えられてしまいました。痛恨のポジションダウン。しかし佐藤はその後もライバルに食らいつく。すると驚異のアクシデントによって3位表彰台を獲得することができた。この結果にチームは佐藤をどう評価したのか。見違えるようなもう開幕戦とは大違いのいい予選と決勝を走ったよ。500との、ね、絡みをうまくやってたと思うので非常にもう100点満点だと思います。さらに彼が評価されるのは速さだけではない。決勝後その人柄をうかがえるシーンがあった。マシンを降りた直後ファンの熱い応援に一礼で応えたのだ。今日このご自身のレース何点ですか？まあ、70点という。70点、残り30点は。そうですね、もう少し自分のタイヤマネジメントがうまければ抑えられたのではないかっていうところで少し足りなかったのかなと思って次戦に向けては改善していければと。着実に成長を遂げている佐藤蓮、さらなる飛躍に期待したい。続いてはドライバーとピットをつなぐ無線交信にロックオン。スーパー GT2021 シーズンは開幕戦岡山の歴史的名バトルで始まった。さらに第2戦富士はアクシデント連発。その死闘とも呼べる戦いの裏側を無線交信が克明に映し出す。タイムはね、今の週だとサドスケ一番速いから。マジっすか、なんか全然速い感じはしないんだけどね。いやちょっと強引でしょ、いくらなんでも。なんか変、壊れた、ダメ。今回は数ある無線交信の中から衝撃的な5つを選出し、その衝撃度を5段階でランキング。まずは衝撃度2までを一気に発表。松田継男の涙と平中克幸の激ギレ。開幕戦モチュール GTR に悲劇が起こった。不運にもアクシデントに巻き込まれリタイアとなったのだ。あ、ここで松田継男は声を絞り出すように無線でつぶやいた。これありえない、なんで抜いてんのに。続いては同じ GTR なのにストレートで離されてしまうことにゲイナー平中克幸の怒りはマックスに。無理だわ、無理、向こうの方が直線速いし、なんだか死んでいいけど、向こうの方が直線速いし、なんだか死んでいいけど。衝撃度はさらに増していく。トップ3は全て未公開無線。衝撃度3、福住二例の苦悩。第2戦
トップを走る ARTA-NSX 福住だったが、追い越し禁止のイエローフラッグが振られる区間で追い越しを行い、ペナルティーが課せられた。勝利目前で天国から地獄へ。無線には悔しさと自分への苛立ちがにじみ出た。ご理由は？イエローフラッグで。どこのイエローフラッグ？A コーナーのイエローです。ああ、もう。衝撃度4、関口雄飛、あわや大惨事。まずは映像をご覧いただこう。GT300 をイン側から抜こうとした時のことだった。全く見てないで、左から行ったから近くで見えてなかったと思う。あいつ全く見てない。そして衝撃度5は坪井翔、まさかのアクシデント。 ARTA のイエローフラッグ区間での追い越しに対しペナルティが出ることが濃厚となった。これで2位を走っていた au スープラ坪井翔の勝利が見えた。その瞬間、坪井をまさかのアクシデントが襲う。36au スロー走行どうした？36の坪井翔がスロー走行、嘘でしょ。この時の無線更新が衝撃度マックス。あとギアが壊れたけど、どうしたらいい？壊れた。おお、安全な場所に止めるしかない。駆動ある？おお、8号車はドライブスルー決定したんだけど、ごめんね。あー、焦ったじゃん。無線更新は GT プラスの名物、今後も注目してほしい。続いては第2戦もかなり熱い、もう何が起こるかわからない最後まで、はい、本当に熱い戦いでした。いやー、なんかもう予想がもう最近つかないよね。そうですよね、うん、でも本当になんか魂のレースを見させていただいたなという気がするんですけれども、うん、はい、次のレースに向けて強いコメントをしてくださったドライバーさんがいらっしゃるんです。開幕戦岡山を制したエネオススープラ、そして第2戦のアステモ NSX に続き、次戦勝利をつかむのは誰なのか。お疲れ様でした。ドライバーたちを直撃すると注目チームが見えてきた。勢いに乗るのはここまで好調のスープラ軍団。ランキングトップ、最も重い70キロのサクセスウェイトを積むエネオススープラ大島和也が強気なコメントを口にした。流れいいし、車も決まってるし、次もハンデ辛いけど、また表彰台取ってシリーズぶち切るぐらいの気持ちでいきたいと思います。さらにランキング3位キーパースープラ坂口瀬奈は、2戦連続3位ということで、まあ、表彰台獲得できてますけど、やっぱ僕らが欲しいのは優勝だと思ってるんで、しっかり気を引き締めて、次戦勝てるように頑張りたいと思います。このスープラ軍団に牙を向く注目のチームを岡添真紀がキャッチした。私はこちらです。じゃん、チームで掴む ARTA8 号車。第2戦 ARTA-NSX はわずかなミスで勝利を逃してしまった。その敗因はイエローフラッグ区間での追い越し。野尻智樹はチーム力が足りなかったと反省する。あの瞬間にもうテレビであそこに車両が止まっているの分かってたんで、まあ、何かしらインフォメーションを彼に与えられてなかったと思うんで、まあ、その辺ドライバーも含めてもっとチームを良くして強くしていかないと、ね、タイトルどうのこうの言えるところまで持っていけないと思うんで。この ARTA に立ちはだかるチームを横溝直樹がキャッチ。横溝さんはいかがですか？はい、注目は、はい、au スープラ
はい、3度目の正直で、いや本当に横溝の注目は au スープラ。勝利を逃し悔しさで震える坪井翔を直撃した。自分らしくアグレッシブに攻めて今日みたいな、いいレースが。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。トラブルに泣いた au スープラ坪井翔が重い口を開いた。次戦に向けて意気込みをお願いします。そうですね、まあ、勝てたレースを落とせっていうほど辛いものはないですけど、まあ、トラブルばっかりはどうしようもないので、ただ、まあ、開幕戦と違って第2戦は僕がそのドライバーとしてできる全てをできたと思うし、自分らしくアグレッシブに攻めて今日みたいな、いいレースができたいなと思います。GTR もですね、次こそ F4 で使われるマシンはシャシーやエンジン、さらにはタイヤが全車共通、つまりドライビングテクニックで勝負が決まる。この後新たなスターの卵にロックオン。ブラックアウトスタートしました。ハイドウェイで FIA F4 が開幕。ポールスタートの木村伊織がポールショットを決めると、後続のバトルをよそにそのままチェッカー、ポールトゥーウィンを決めた。翌日の第2戦はスタート直後にアクシデント発生。なんと開幕戦の勝者木村がポールスタートの小出俊にヒット。ここで前に出た野中誠太がトップを守りきり勝利を手にした。スーパー GT2021 チームラインナップ。ウェズスポーツスープラ国本雄二選手、宮田理智選手。今シーズンはポールポジションと優勝を目指してチームと横浜タイヤとともに精一杯頑張りたいです。スバルの新型電気自動車が明らかに。